ライバージャパンプレゼンツダブルフェイスのシャーピーラーさん、2022年5月7日第14回放送を迎えました。ライバージャパンプレゼンツダブルフェイスのシャービラソーイ。この番組は2人組ユニットダブルフェイスの三振ボーカル担当のエイちゃんと一期一会コーラス担当のマーサーがお送りいたします。普段の活動は皆様に馴染みのある沖縄ポップスや琉球民謡を中心にオリジナル楽曲を織り交ぜながらライブ中心の演奏活動を行っています。最近ではワンセブンライブという配信アプリで世界中の人々に沖縄の音楽を届ける活動も行っています。この番組ではつながるつながろうをコンセプトにリスナーさんとメッセージ投稿コメントでつながり、メインコーナーでは沖縄県内でさまざまな分野で活躍する方を週替わりでゲストに招き、ラジオをお聞きのリスナーさんともつながって大きなゆいまーるの輪を広げていこうという番組でございます。タイトルにありますライバージャパンって何と思われる方がいると思いますので紹介させてください。ライブ配信を通じて豊かな自由人を生み出し続けるを理念とし、配信内だけでなく実社会でもつながる価値提供を目指しているライバー事務所でございます。今では僕たちの仲間が8000人を超えたそうです。すごい。この番組では事務所の垣根を越えて沖縄県出身や沖縄県在住などの素晴らしいワンセブンライバーさんもご紹介できたらと思います。番組ではメッセージを募集しています。ゲストへの質問はもちろん、週替わりのお題に沿ったテーマやあなたの身近に起こった些細な出来事、我々に聞いてみたいことなど気軽にお寄せください。メッセージは797@fmginowan.com、もしくは我々のインスタアカウントの DM、 すべて小文字で w_face.3415 と検索してお送りください。我々が配信をしているワンセブンライブでもこのラジオがお楽しみいただけます。この番組の生放送はもちろん収録でも配信を行っています。このワンセブンライブとはライブ配信を通じて世界中の人たちとつながり仲良くなれるライブ配信アプリです。ライバーと呼ばれる配信者にコメントやギフトアイテムを送ってあなたの応援の形を配信者に直接届けられるのが魅力のアプリです。ワンセブンライブの検索ページでダブルフェイス沖縄と打ち込めば我々のアカウントページに飛ぶことができます。この番組の生放送はもちろん収録の際も配信を行っていますので、ぜひぜひご覧ください。この放送はリッスンラジオ、リスラジ、またはスマホアプリマイチューナーラジオから全国どこにいてもこの放送を聞くことができます。また FM ギノワンには YouTube チャンネルがあります。生放送の際は放送の様子を映像で見ることができます。リアルタイムで聞き逃した方は後日音声のみとなりますが、放送をお楽しみいただくことができますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではこの後夜7時までお付き合いよろしくお願いします。和と洋の創作料理を食べながらワインや日本酒など様々なお酒を楽しんでみませんか。ジャズが流れる店内はちょっと贅沢な大人の空間。シェフのおまかせフルコースや各種パーティープランも人気です。出会いから創造へ、感動と笑顔をありがとう。春菜創作工房中村。交通量が多い
字幕付きの映像で目に留まる。浦添市グスクマ58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 グスクマタウンビジョンまで。長浜モーターからのお知らせです。返事は好意のバロメーター。私たちは思いやりを大切に皆様のお越しをお待ちしています。新車・中古車のご相談ならイノワン中古車街道長浜モーター 892-3719 892-3719 レンタカーやってます。ダブルフェイスのチャービラ祭をお届けしています。早速ですがこのコーナー、ダブルフェイスとユンタク足場。このコーナーでは毎週テーマを決めてそのお題に沿った投稿を紹介するコーナーとなっております。メッセージは797@fmginowan.com または我々のインスタアカウントの DM、 すべて小文字で w_face.3415 と検索してお送りください。それでは、はい、今週のテーマなんですけども、今ハマっていることでございます。ハマっていること、はい、今日もねたくさんのメッセージいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。では早速ね紹介していきたいと思います。埼玉の郷さんからですね、ダブルフェイスのエタニーにマーサー、そしてダブルフェイスを応援している皆様こんばんは。ただいま絶賛帰省中、沖縄ラブ、読谷ラブ、埼玉のゴーです。あーゴーさんありがとうございます。さてテーマの今ハマっていること、うんうんうん、今ってところではないのですが、やっぱりラジオ青森沖縄と沖縄のことがハマっていますね。沖縄好きは高校生の時からなので、年齢の割にはかなり長いと思いますね、うんうん、ではでは今日はこのところでラジオ楽しみにしています。あれジバリオダブルフェイス、もうちょっとあさり目ですね。あ今週は多分あの沖縄にもういるからあっさりとした、メッセージで。あそれでも今もありがとうございます。今ね絶賛沖縄にいるということで、お帰りなさいませ郷さんね。お帰りなさいませ。いやー見てくれてるのかな郷さん今ね。もう楽しんでますかね今。いやーもう楽しいでしょうね。楽しんでると思 う。だけどあいにく雨だね今日ね。そうね、ゴールデンウィーク始まった瞬間から沖縄天気がねちょっと残念なことになってるんですけど、そうゴールデンウィーク期間中はずっと雨だっけ。あらちょっとまあね、でも雨降ってても楽しめるところはありますのでね、ゴーさんあの海とかも本当は行きたかったんですけどね、多分ね、いろいろ回ってみてください。美ら海行ったかな、美ら海水族館とかね、もう常連もう何度も行ってるから、いやでも楽しんでほしいね。そうですね。いやゴーさんメッセージありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではでは続きまして、ダブルフェイス様ゲストさん、皆さんこんにちは。今週もラジオ楽しみにしています。はい、いやーゴールデンウィークですね。沖縄楽しんでる方は羨ましいですね、沖縄梅雨入りしましたね。そうなんです。それでも沖縄行けないですね。今週のテーマですが、ハマっていること何かな、いろいろあるのですが、今はみんな我慢しています。家でできるまでは休みの日も家のことでかかりっきりです。家は終わったらいっぱい遊びます。釣りにダイビングにももちろん旅行にも、また沖縄行ける日を楽しみにラジオ配信聞いています。ではでは収録も頑張ってねーダーディーでした。ダーディーさんありがとうございます。ありがとうございます。ダーディーさんいつもメッセージね本当にありがとうございます。ありがとうございます。いやーダーディーさんも釣りもね大好きで、今はちょっと忙しいのかなお家のことでね、引っ越しでしたっけ、お家作るって言うんだっけ、ね、おっしゃってましたね。そうそう、これが落ち着いてね、遊び
に行けるといいね。時間、そうですね、ゆっくり自分の時間見つけてね、ぜひ本当一緒に釣りでも行きたいですけどね。あ、そうだね。あの僕船釣りとかまだやったことないので、で船に乗って磯とかに渡ったことないので、今度ね本当に行けたらいいですね、本当ね。いやもうね早く休みになってあの自由にね遊べたらいいかなと思ってます。ダディさんね楽しみですね。ありがとうございます、ダディさんメッセージありがとうございます。では続いてのメッセージ紹介したいと思います。はい、ルビルビです。おー、ありがとうございます。ありがとうございます。イケメンくん、ハイタイです。ラジオ放送楽しみにしております。さて今回のテーマですが、めっちゃストライクにハマっていることは、17配信中にダブフェの二人を爆笑や失笑されるコメントを考えることですが、もう一つは、はいはい、私は猛烈に甘党なので、甘いものを見ると我慢ができずに購入してしまいます。ほうほう。今はあんこ系で、これが生クリーム系やアイスクリームになったり、常に甘いものを食しています。また沖縄に行ったら一緒に甘いものを食べにデートしましょう。あ、お二人は甘いもの苦手だったということで、ルビルミさんからのメッセージをいただきました。ありがとうございます。ルビルミさん甘いもの好きなんですね。まあ別に僕たち甘いもの嫌いではないですよ。そうですね、食べます食べます。ただ毎日ではないですけどね、毎日ではないですけど、たまに食べるスイーツとか甘いものはね、美味しいです。大好きです、大好きです。マサも好きだよね。昔はもう苦手だった。今食べれるのか。昔っていうのそんな昔ではないんだが、このコロナ前にボディメイクにハマったの。そっから食事制限をいろいろするようになって、でふとした時に甘いもの食べたわけさ。はいはい。めっちゃうまい、何これと思って、もう衝撃的なうまさだったわけ。体に染み渡ったというか、全身に、なんじゃこりゃっていう感覚になって、そっから甘いもいろいろ食べるようになった。なるほどなるほど。体が欲しがってたかもしれないね。そうそうですよね。それまではお菓子とかも、この甘いものとかも全然興味なくて、全くと言っていいほど、もうけど世界が変わった。なるほどなるほど。めちゃくちゃ今さ、好きになってる。あ、本当に？けど毎日は食べないけど、たまーに食べる。たまに食べる甘いものいいよね、美味しいよね。めっちゃうまい。いやいやいや、今度ね甘いものをぜひね、一緒に食べに行けたらいいですね。本当ね。ありがとうございます。レミルムさんメッセージありがとうございます。では、はい、続きまして。はい。カッパヤイビーン。ありがとうございます。ありがとうございます。カッパさんありがとうございます。ハマっているもの。今。ハマっているものの一つは YouTube です。おお、特に音楽。お気に入りの演奏者さんの動画や新作の動画までたくさんあるので、ずっと見てしまいます。自動再生で次から次へと再生されていて、自分に合うすごくいい曲に出会った時は感動です。すぐにライブラリー登録します。新しいアーティストさんにも出会い、その後ライブへ行ったりしています。電波が弱くても YouTube はつながるので、畑でも聞くことができて、それもありがたいですね。では今日もチバリオということで、もうありがとうございます。カッパさん今はやハマってるの YouTube？ いろんなアーティストさんの YouTube を見て、すごいやっぱりね、カッパさんあの昔からね音楽やってるので、そうですね、やっぱその辺は、あの大好きなんだろうね、この音楽にね。いやすごいね、ずっとハマってるね YouTube で、仕事をしながらいつも聞いたりしてるのかな。あーすごいすごい。ぜひね、あの音もいいしね YouTube ね。そうね、最近のはもう結構レベル高いしね。でいろんなアーティストさん見ることできますのでね、 YouTube もね。そうですね。そっかそっか。いや、あのカッパさんもね、ぜひね本当に僕たちの、ね、生でもね、
お届けして、ね、本当にできたらいいかなっていうね、本当にあの、はい、沖縄に来た時にはカッパさんね、ぜひ僕たちの生ライブもよろしくお願いします。ライブに来てください、はい、ありがとうございます。あとですね、はい、滑り込みであと1件来ました。はいはいはい、ありがとうございます、はいはい、ラジオお聞きの皆さん、はい、ラブルフェイスのお二人さん、はい、こんにちは。こんにちは、こんにちは。今ハマっていること、うん、もちろんミニ四駆です。あ、分かったぞ、分かったぞ、分かった、分かったぞ、誰からか、はい、あのスピード感と、うん、人の出会い、楽しいことだらけです。お二人とも機会があればどうぞということで、うん、マリオさん、いや、マリオさんありがとうございます。マリオさん、 ありがとうございます。ね、あのマリオさんのミニ四駆、うんうん、この間のアイコンで、ね、見たんですけども、僕たちが思ってる、うんうん、ミニ四駆とはちょっとかけ離れている、レベルが違う、うんうんうん、ね、なんか子供の頃遊んでた、はい、僕たちが遊んでたあのミニ四駆じゃないよね、もうね、形がね、まず パッて見て、うん、あの俺なんか知ってるあの、うん、シールが貼られてなかった。もうシールとか貼らない貼らない貼らない、ボディにシール貼ってなくて、うん、自分でペイントして、ペイントして、もうね、レベルが違うよね。あの四隅に何かついてるものもね、ちょっと意味わからなかった。すごいよね。でもハマるとね、あそこまでなっちゃうよね。うん、あ、ね、もうなんだろう、スピードもそうですし、でこの外見というのかな、うんうんうん、そういうのもね、どんどんハマっていくんだろうしね。いやー、いいですね。ハマっているものがあるといいですね。うん、うん、いやー、マリオさんありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではさてさて、うん、はい、続いてのメッセージ紹介しましょうね。うん、今一番ハマっていること、それは何といってもワンセブンライブでダブルフェイスの配信を見ることです。初見からお二人の演奏と語り口に何とも言えない安らぎを感じて、一瞬でファンになりました。毎日のように同じ曲を聴いても全然飽きないし、演奏をイヤホンで聞きながらだと家事もはかどります。リスナーさんたちのコメントもめちゃくちゃ、面白くて楽しいです。前から沖縄大好きだったけど、音楽を通じてさらに沖縄が好きになったし、生のライブもものすごく見たくなりました。うん、これからも今まで以上にハマると思うので、どうぞよろしくお願いいたします。ニコパールさんよりメッセージいただきました。ありがとうございます、ニコパールさん、ありがとうございます。いや、いつも本当に聞いていただき本当にありがとうございます。毎回同じ曲でね、ごめんなさいね。たくさん曲も増やしますのでね。いや、でも嬉しいですよ。嬉しいね。うん、ぜひあの私たちのライブね、見に、いただけたら嬉しいです。ニコパルさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今週もね、たくさんのメッセージいただきましたけども、うん、どうで今一番ハマっている、マーサーが一番ハマっている、今ハマっているもの、うん、もう17でしょう。もうそりゃそうだよね。俺も聞くまでもねえか、うん、俺も17にっていう答えだったんだけど、うんうん、それ以外ハマってるもんないのかなって思ったんだけどさ。そうだね、ないね。もう17だけを今ハマってるからね。うん、うん、そうなんですよ。考えても、うん、見当たらない。もう17だけですね、ハマってるのは。ダブフェとして17やってはいるんだが、うん、リスナー目線でハマってる。いろんな枠にもいけるしね、うん、皆さんと同じ側に、うん、立ちたい。わかります、わかります、うん、そうだね、うん、はあ、そう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 、いや本当そうですよ。17がハマってます、うん、僕たちはね。そうだね、うん、もうそれ以外だったら僕はもう釣りにしかハマらないので、あ、確かに、うん、確かに、そうそうそうぐらいですかね、うん、本当にワンセブン、うん、17にはハマっておりますね。我々は皆さんのおかげです、うんうん、今ハマっているものって今って他にある？今、うん、今ハマってるもの、いや、ない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 、難しいよね。難しい難しい。なんかあの例えば、まあ、マスが言ってた最近この、うん、ワンピース、アニメのワンピースとかにハマってるみたいな、なんか、うんうんうん、それ前からね、前から、うん、好きではあるんだけど ね、好きだけど、ちょっと今ね177がちょっと比重が、そうね、見る機会もないからね、うん、なかなか見れないから、ね、ハマってるって言ったら、うん、あのワンピースファンにちょっとおこがましいっていうか、うん、ああなるほどなるほどなるほど、ああそうかそうか、まあ
なんだろうね、今ハマってるものってね、自分が最近CS で、タッチ、タッチ、タッチ、野球のタッチがあるのさ、あー、アニメの、アニメの、はいはいはい、タッチを、タッチをこう連続でやってたんだけど、ちょっと最初のシーンから見てしまったのよ、はいはい、1話から。でめちゃめちゃハマりそうだったから、ちょっと怖かったんだけどハマりそうでそれはハマりそうです、なんかタッチ、あ、今度時間あるとき見ようかなって思ってるんですけど、時間時間我々の課題時間ですでタッチ多分皆さん知ってると思いますけど、楽しいかなタッチね、楽しいと思いますよ、あれはハマると思います、ということで僕たちねハマってるものは今は17ライブということで、ワンセブンライブということでね、はい、皆さん今後とも17でもよろしくお願いいたします、よろしくお願いします、はい、続きまして、はい、さーい、エイタニー、まさにスタッフの皆様いつも楽しく聞かせてもらっています、今日のテーマの最近ハマっていること、ということで、はい、ラブフェ以外に考えてみると、あ、これ、最近17ライブ配信を視聴させてもらっているときに、シャワー行ってこいチャレンジです、なんか言ってたな前、シャワー行ってこいチャレンジおう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 、ライバーさんに何分で行ってきますと時間を設定し、よーいドン、シャワーして設定した時間で帰ってくることってなんかやってたなあ、これハマってるのねきつかったのは自分で2分設定したときはさすがに3分かかりましたこんなことして楽しんで私をお許しください、あ、ちゃんちゃんということで、あ、なるほどね、タチさんこれ今ハマってるんですねあー3分切れない、3分切れなかった、切れなかったか、いや難しいでしょう、3分でも入るのでも世界記録3分しかもちゃんと17でこの時間に来ますって報告してドンだから、普通にシャワータイムの世界記録とはちょっと難易度が高いものすごい、なんかさ僕のいとこでも、何かドラマの間の CM で風呂入ってくるってCM 中に風呂入るっていうのは見たことあるけどさ、そういう気持ちでしょうねね、いやすごいな、3分でお風呂入ってる、いろんな楽しみ方あるなこれ自分の中でハマってることなのね、ラチュースね、あーもう面白い、もうタチさんありがとうね、もう本当に、いやもう本当にありがとうございます、いや今週もねたくさんのね、メッセージ本当に皆さんありがとうございます、で来週のテーマなんですけども、来週のテーマは今度生まれ変わったらです、今度生まれ変わったらね、皆さんぜひねどんどんどしどしメッセージを募集しておりますのでよろしくお願いいたします、それではダブルフェイスとユンタク足場のコーナーでした、宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。何食べたい？お肉。牛角カルビとダブルタンボ。コクとおさつバター。美味しい？ラーメン食べるか。ライス食べたい。美味しいやってる。牛角宜野湾店好評営業中。ダブルフェイスのチャービラ祭をお届けしています。
続いてはこのコーナー、ダブルフェイスのアマハイクマハイチャービラサイですが、はい、今回はスペシャル回として、うん、我々ダブルフェイスを中心にお話しさせていただけたらなと思っています。はい、なんとここで僕たち、うん、ね、ラジオ始めて何ヶ月、2月からですね、始まって、うん、まだ僕たちの歌もねお届けできてないので、そうね、今回エンディングでうっすら流れてるティンミグぐらい、そうですね、なので今回ちょっとこの場を借りて、うん、歌をね、いくつか紹介できたらなと思っています。ワンセブンに、うん、配信に、うん、来てくださる皆様はね、いろいろ我々の経歴とかご存知かもしれませんがね、うん、あのラジオをお聞きの方はね、我々、うん、未だに、うん、何もんじゃったよ思って思っているかもしれないので、そうですよね、その、うん、お話も自己紹介しながらでも、はい、やっていきたいと思います、うん、よろしくお願いします。まあ、僕たちダブルフェイス、うん、まあ、結成して令和元年の7月に、ね、結成いたしまして、でいろんな場所でね、うんうん、歌ってきていますけども、まあ、沖縄の三線、それから一期一会、うんうん、ビギンさんの考案された一期一会を使って沖縄の歌でオリジナル曲、カバー曲などね、うん、僕たち歌わせていただいておりますけども、うん、皆さんね多分知ってはいると思う、あの17のね皆さんは知ってると思うんですけど、まだ僕たちの自己紹介もしてないのでね、うん、ちょっとだけね紹介させてください。僕ただ今喋ってる私、はい、三線ボーカルを担当いたしております A ちゃんと申します。 A ちゃんよろしくお願いしますね、はい、よろしくお願いします。そして、コーラス一期一会担当マーサ、はい、マサです、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ちょっと軽くこの2人の経歴というか、うん、そうですね、うん、どんな感じで三線を触った、始めたのかっていうお話もちょっときっかけとかね、うん、エイタニーの、うん、ちょっとお聞かせお願いします、うん、僕はですね、高校の時ハイバル高校なんですけど、ハイバル高校出身で、うん、で、まあ、沖縄のね芸能というものがものすごく好きで、で高校の時はね空手専攻で空手を、そのハイバル高校に独特なこの専攻というかコースというかあるでしょ、そう、うん、空手と琉球舞と、うん、学科の名前、あ、郷土芸能、はい、郷土芸能コースね、うんうん、こちらのコースで3年間学んできたんですけども、うん、でこの中で、空手と琉球舞踊とそれから三線のコースに分かれてまして、はい、僕はね3年間空手をやってきたんですが、三線じゃなかったんだ、そう三線じゃなかったんですよだけど、この周りがね三線する人ばっかだったので、うんうん、その影響で、うんうん、遊んではいました三線で、うん、で本格的に始めたのは高校卒業してからです。うん、この間ねゲストに来てくださった入江俊一さん、うんうんうん、いっちゃんさんもね、うん、同級生だよね、同級生同じクラスで3年間、うん、でいっちゃんはね、彼は三線コースで、うん、僕は空手だったんですけど、まあまあまあもう本当にもう周りにね三線する方がたくさんいたので、うん、でもう本当に遊び感覚でね3年間は遊んでて三線は触ってて、で卒業してからですね本格的にちょっとステージに立ってみようと思って、うんうん、民謡ショーからで三線を始めました、きっかけですね、うんうん、僕の、うん、マサは自分も三線始めたきっかけ、うん、一期一会いてるんですけど、うん、三線から始めたんですけど、うん、高校からですね、うん、でエイタニーと同じようにハイバル高校に行ったわけではなくて、もともと僕はサッカーをしに、うん、ハイバル高校、うん、自分たちの同級生たちがもう上手いメンバーが県選抜とか、ハイバル高校に集まるっていうお話を聞いて、うん、あ、じゃあ自分もあっち行ってみんなと高いレベルのサッカーしたいなっていうことからハイバル高校行ったんだが、うん、腰を壊してしまって、ほうほう、疲労骨折でサッカーができないということになって、でたまたま郷土芸能コースに、うん、その学科に
進んでて、でそこから三振授業で取ってて、うん、で部活があってリハビリでエイサーとか獅子、うん、この腰回りの筋トレ代わりに、うん、腹筋背筋しながらどうねっていう勧めからいろいろ沖縄の芸能に目覚めて、なるほど、でそこからなぜか知らないんですけど、うん、芸大沖縄県立芸術大学に進学し、うん、どっぷり三振にハマりの、なるほど、エイタニーと同じこの流星大根にも入りの、うんうんうん、そこからもう沖縄漬けですね。なるほど、じゃあ本格的に始めたのはこの流大、うん、芸大、あ芸大じゃ流星大芸大、芸大でそれ以前も自分の父親のつながりで三振の教室には高校から通ってはいたんだけど、うん、まあ趣味っていうか、はいはい、ガチではないっていうか、うんうんうん、で芸大入って結構ガチめにやるようになってからもういろいろ深いところが学んで、なるほど、しまいには院まで行っちゃったしね。そうだよね、そうだよね、大学院行ってたね。うん、そうだよね、っていう経歴です。あーなるほどなるほど、そういう我々ね、高校も卒業して、あ先輩後輩の中だもんね。そうそうそう、高校全く被ってないですけど5個違うからね、うん、そうそう、一応先輩後輩という中でございます、うん、はい、はい、で、所属している事務所が、うん、ね、この流星大根というね、はい、うん、ところに所属もしております、一緒にね、うん、なのでステージに立ってはいるんですけども、で、そこから、まあ、民謡ショーで何か2人でできないかということでダブルフェイスが、ね、うん、できました、はい、うん、このダブルフェイスという名前もね、2つの顔っていう意味なんですけど、まあ、太鼓の顔とで歌の顔、うん、でダブルフェイスという名前となっております。はい、ぜひね私たちの皆さん歌を聴いていただけたらと思います。はい、うん、で、まあ、1曲目、うんうん、響きという曲、初めて公共の電波に載せるんじゃないかこれでよね、うん、うん、響きという曲なんですけど、我々のねデビュー曲となっております。これはねインスタの曲ですね、三振と一五一会だけの曲となっております。では皆さん聴いていただけたらと思います。ダブルフェイスで響き。
ダブルフェイスで響きをお届けいたしました。いや、やっぱりこの曲かっこいいね自分の、まあ、自分で言うのもなんだけど、まあ、これはもちろんあの作詞はないな、詞じゃなくて作曲に関しても永谷が作ってくれて ね、もう本当これもう2人でね、最初ねこれ一期一会ではやらなくて、この笛だったよね。そうそうそう、自分笛だったんですよ最初。三振と笛でこの曲作ったんだよね。最初僕たちがデビューした当時は三振と笛でやってたもんね。そう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 。後から一期一会を練習してってやったんだよね。もう我々にはもう一期一会が必要だっていう思い切って購入しました。で、なんである時ギターじゃなかったのかっていうのもね。ね、全くね、僕がギター全く弾けないからです。でも今一期一会すごくね、弾けるようになってきて、弾けるって言ってもストロークガチャガチャやってるだけなんだけどねでも結構ね三振と合いますからね一期一会がね。そうそう、一期一会がね、このメジャーとかマイナーっていう概念が、まあ、ない、あるっちゃあるけどないっちゃないんですよ。ない方がメインっていうか、このギターとか音楽やってる人、ピアノとかはメジャーマイナーはつきものなんで、聴いてる方物足りないかなって思う部分あると思うんですけど、その分三振と合わさった時にメジャーマイナーがない分かなりすっきりして、聴きやすい、聴きやすい音楽になってるんじゃないかなって思いますね。結構合うもんね三振って。合う合う、聴いてて気持ちいいもね、音がね綺麗ですしね、本当これからもこのね、スタイルを、そのままねやっていこうかなと思ってますけども、はい、で響きという曲がね我々の最初のデビューでございます。はい、でまだねオリジナル結構あるんですけども、で次のね曲が「うむいばな」という曲なんですけども、こちらもね、まあうむいばなはまだ新しい方かな、この曲。そうだね、あるね、これは バラードなんですけど、ある男女をね描いたこうストーリーというか、ずっと思ってる人をね待ち続けて何十年も何十年も待ったけども、帰ってこなかったと。でとうとうね、待ち続けただけども会えなくて、でも天国ではね2人会うことができます。で天国では2人ともね星になって、でこう島中を照らすという、光照らすというなんか、ね、すごい素敵な内容なんですけども、これもね沖縄の方言で歌ってますけども、多分ね沖縄の方言知らない方もたくさんいらっしゃると思うんですが、そういうね内容思い出しながら聞いていただけたらと思います。このね、最近作り上げた曲でございますね、うむいばな、ぜひ皆さんで聞いていただきたいと思います。それではダブルフェイスでうむいばな。火事に海を
ダブルフェイスで海花お届けいたしました。いやこの曲もね、ちょっと感情がね、こもって、うんうん、歌ってる最中に本当に涙流しちゃうんじゃないかなっていうぐらい思いがね、いい歌詞だと思うよ。ね、入って本当にね、皆さんこう心なんか打たれるような、なんか自分に当てはまるようなね、曲になってるんじゃないかなと思います。この曲ねメロディーもいいよね。うん、いい感じいい感じ。どう作ったよ。いや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 、これからもどんどんねたくさん作っていきたいと思いますけども、でははい次の曲、うんうん、この曲はもう、僕がね歌を曲を作ってみたいという思いで作った、いわばねこの若い時に高校を卒業して、でまだ本当に19ぐらいの時かな、に思い浮かんだメロディーなんですけど、で作り上げた、そうそうそう、でそうで、まあ、完成したのは何年後かなんだけど、ずっとこのメロディーが頭から離れなくて、これで曲作ってみたいっていう曲、もうだから言えばずっと本当にこの曲を完成させたいっていう思いで作った曲、これがね、ティンヌ恵みという曲なんですけど、これ標準語で天の恵み、ティンヌ恵み、これもね沖縄の方言で歌詞書いてるんですけど、まあ、これも自然のね天からの恵みを受けて僕たちはこう人は生きていけてるっていうのがあって、でその思いをいつまでも忘れないでっていう歌詞の内容となっております。なのでね、またこれも皆さん聞いててわからないかもしれないですけど、沖縄の方言なので、まあ、チャービラ祭のエンディングで流れてますからね、そうだね、最後に流れてる曲なんですけども、この曲ね本当に僕がずっと作りたかった曲、ティンヌ恵みというね、曲でございます。こちらもぜひ聴いていただけたらと思います。それではダブルフェイスでティンヌ恵み。なちぬティダ赤くすまり張り渡ってくの島にすらからティンヌ恵み。
ダブルフェイスでティンヌ恵みお届けいたしました。あーすごい、ティンヌ恵みは本当に僕がねずっと作りたかった曲だったんですけども、結構爽やかな曲で完成しましたけども、いや本当ね、自然の恵みを受けてこのありがたさを感じてね、それを曲にしたっていう。これが初めての作詞作曲だっけ、うん、そう、これが初めての作詞作曲の歌ですね。うん、しかもこの曲なんとお酒を飲みながら歌詞を作ったんですよ。なんかいろいろと感情を入れながらというか、なんかもう本当にね、いろんな思いが詰まってるのかな、この歌詞の中には。うん、もうねずっと作りたかった曲だったのでね、ぜひこれはね本当に皆さんに聴いていただきたい。うん、そうですね、そうなんですよ、この曲はティンヌ恵みね。いやもう歌詞の内容も結構ねすごいいい感じですよ。島風のしなさ、本当にもう島風のね美しさ、そして鳥も飛んで涼しげな感じで、花も咲いて、こう花が咲くのも太陽の陰でとかね、いろいろなね歌詞が組み込まれております。歌詞もね、パワーありますし、そう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 、まあ、内の口がね、ちょっと聞き取れないなっていう方はですね、ぜひ我々のワンセブンライブの配信に来ていただけますと、オリジナルに関してはですね、歌詞見れますので、そう、ぜひ見に来ていただきたい。この歌詞見ながらでもね聞くのも違うからね、だいぶね。あ、そうですね、歌詞見てねこの曲もね楽しんでいただきたいですね。入ってきやすいもんね。ね、これもねみんな本当に一緒に歌えたら、歌えるぐらいまでだったらすごく嬉しいよね。すごいね、そしたらすごいね、本当にどんどんねもう世界中に広げていきたい。あ、そうですね、もう目指せ島歌ぐらい世界にこういう曲はね、広げていきたいなと思って頑張っていきますので、よろしくお願いします皆さんね。ぜひね、よろしくお願いします。で、今週のテーマのね一番ハマってるもの、はい、でまあ我々はワンセブンライブにハマってるということで、非常にもう嬉しいですよ、このワンセブンライブのおかげでいろいろ人との出会い、もう人生変えたレベルでかなり影響を受けてますよね。あ、もう変わってるもんね、だいぶ生活も変わってますもんね。変わってるよな。だから一番ハマってる、本当にワンセブンライブが今一番ハマっております。僕たちはぜひね、ラジオのみお聞きの皆様にぜひぜひ、そうね、ワンセブンライブ見に来てほしい、見ていただきたい、ね、僕たちのアカウントもね、ワンセブンライブのアカウントでは大文字で W アンダーバー、そして小文字で FACE、 そして漢字で沖縄と打てばね、私たち出てきますので、ぜひワンセブンライブ17ライブアプリをねダウンロードしていただいて、我々のねアカウントを探していただいて登録していただければ、毎日ね我々のライブ配信見ることができますので、毎日かどうかだから、まあでもねほぼほぼ毎日ねやってる、まあ頑張ってやりますけども、極力ねやるようにしますので、皆さんぜひね、見に来ていただけたらと思います。そして来週のメッセージテーマは、はい、今度生まれ変わったら、というメッセージのテーマになってますので、どしどしね送っていただけたらと思います。さあそれではね、エンディング近づいてまいりましたけども、本日はこれにて結びとさせていただきます。ライバージャパンプレゼンツダブルフェイスのチャービラさん、お相手はダブルフェイスのエイちゃんとマーサーでした。また来週お会いしましょう。またやーさーい。